母さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、昨日今日とはだってコンディション違うと思ったんですけど、かなり風が止まってるように見えたんですけど。そうですね、風は昨日より強くてバック重たかったですね。どうですか、その昨日の修正踏まえての仕掛けだったりとか、今日二次予選に関しては気をつけていったことっていうのは、まあ、仕掛けどころ逃さないのを気をつけて、はい。運転しては前を取ってからの、まあ、一回下げてのタイミングとしてはそこ、そうですね、はい、だったんですけども、まあ、前も結構踏んでたんで一瞬中断空いたんで入ろうか思ったんですけど、阿部さんに万幕されたらきつい展開だと思ってもそのまま行きました。なんか力づくという感じも、ね、押さえつけにくいような感じ。そうですね、もう初手が前からだったんで、もう力でねじ伏せる展開になるのかなと思って、はい。ちょっと狙いでね、今回止まらなかったのは残念ですけど。そうですね、もうそれ自分の力不足でした。そうですね、2つ走ってこうまた落ち着きというか気持ちの面というのはもう、あ、もう大丈夫です、はい。地元の背負うものとかもあると思いますけども、まあもう自分の力出し切るだけなんで、はい。ちょっとまだ準決どんな面もかかりませんけど。そうですね、頑張ります、はい。決勝待って、はい、ありがとうございます。マコミが言うにはやったことあれはもううちに差し込んでいく以外ないって、もう3回ぐらい飛んでるから。きつかったろ。きつかったろ。きつかったし。気持ちでまくったな。